新潟の地酒を楽しめるイベント新潟酒の陣が来場者を入れ替え制にして3年ぶりに開かれました。今日から始まった新潟酒の陣ネクスト、新型コロナの影響で過去2年は中止となりましたが、来場者と滞在時間を制限して3年ぶりに開かれました。チケットはすでに完売していて、今日と明日の2日間で合わせて74の蔵元が出店します。